加します。サーマ交通の大月です。こんばんは、カオル。僕は、雨男にこんばんは、こんばんは。雨男確定でございます。ちょっとこれ、リスナーさんからいただいたお守りです。大月さんの声が聞こえないかな。あの術もですね、リスナーさんからいただいたものです。ドワンゴナーガワさんのおすすめの除霊のファミリーズです、はい、その隣で目が光ってるのはトラボルタ先輩です。はい、トラボルタ先輩目めっちゃ光ってます。怖い。はい、じゃあこれ大月さんの手に。トラボルタ先輩濡れてる。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんばんはですかね。こんばんはでした。はい、始まりました。サーマ交通社員ライブ真冬の心霊スポット巡礼ツアーということです。はい、イエーイ。一応2時間の予定です。でですね、皆さんちょっと見えるかなと思うんですが、もうですね、すでに実は1箇所目到着しております。そうなんです。失礼します。じゃないですかね。今回は営業所からスタートではないんですよね。はい、もう早速1箇所目行きます。雨ね、がっつり降ってるんですよ。もうね、ここに雨男さんがいるので、はい、それでは皆さん改めましてこんばんは。こんばんは。三和交通の大月、下の名前は大月光太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でご同行させていただくのが三和交通広報のまーちゃんとちーちゃんです。よろしくお願いします。はい、ごめんなさい、本来私は言わなきゃいけなかったんです。もう心霊にどっぷり使ってしまいまして、ちょっと最近本業がおろそかになってですね、心霊ばっかり力入れてます。今回の、リベンジの回も、皆さんと約束してましたから、そうですね、いろんなポイントをですね、新たなポイントを開発しまして、今日はそうですね、大体はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日5、6カ所を回る予定です。はい、はい、それでソフト路線から、はい、ちょっとかなり際どいところまで。よろしくお願いします。カオルさんが実はダメってあれほど言ったのにってコメントが、あ、これはお客様からのいただき物だから最初だけですよ。はい、大丈夫です。そうです、オールシーズンですね。そうですね、もう関係ないですからね、季節とかね。ええ、会社の方からもなんかほぼ OK が出たみたいなんで、どうしても私と回りたい人は、一度連絡ください。ツイッターの DM で。その後正式に無線室を通して、正規の方法で、そうですね、ご相談で。はい、富岡八幡宮はちょっとね、いやー、富岡八幡宮大変でしたね、あれね。恐ろしいです。実はですね、ここも今ある某神社に来てるんですけど、はい、さっきですね、ちょっとうろうろしてる人がいたんですよね。あら、中にですか。境内の入り口のところに。あら、ちょっと怖いですね。うん、まあ、人間的な怖さですよね。雨対策、一応ラップが巻かれております、カメラに。なんでちょっとレンズが見づらい可能性があるので教えてください。はい、はい、寒さ対策は大丈夫です。バッチシで、はい、私たちがっつり私服で、はい、やっております。確かに3人組で来てるからね。いや、今日コメント結構皆さん、はい、最初からなんか皆さん盛り上がってますね。もうね、すでに127名の方いらっしゃってますね。嬉しいです。もうタイムシフトもさっき見たら220ぐらいの方、ちょっと入れていただいて、皆さんちょっといいですか。今日ね、12月の8日金曜日の5時ですよ。忘年会とか大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。気持ちのせい、私も気持ちのせい。
ありがとうございます。車にいる時だけちょっとぶゆみちゃんを今のところつけようと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。というかあのニコ生リスナーの方とそれから三和交通のチャンネルのねあのリスナーの方それから私のツイッターのリスナーの方みんな含めて今日はあの私とまーちゃんとちーちゃんとリスナーの方みんなで、まあ、忘年会を兼ねた。あ、そうですね。ね、そうですね、うん、今年も本当に皆さんお世話になりましたから、うん、はい、忘年会を兼ねたツアーで盛り上がっていきましょうよ。はい、よろしくお願いします。ね、今のところ私はテンションが上げ上げで行こうと思っております。はい、もう私は、今日はリスナーの方のために、PT 封印です。封印です。そう、今日はね、はい、今日は PT 封印でお願いします。一応ね、はい、あ、はいはい、あ、顔見たいんですよね、まーちゃんとちーちゃんのね。あ、ありがとうございます。カメラ外してみよう。なるほど、これごと、はい、はい、じゃあまずまーちゃん、あ、ちーちゃん、暗い、どうですか。大丈夫ですね。あれ、かっ、あ、映った。久しぶりの忘年会だ。もう防寒対策バッチです。はい。ちーちゃん。封印ですよ。今日は絶対私、もう今日は絶対 PT、大月といえば PT ですけど、今日はやりません。大丈夫です。ただあのちーちゃんが濡れてるということだけ言っておきます。雨女だ。まだまだです。雨女だ。ね、それで濡れてるってことです。はい、続いて、はい、お待たせしました皆さん、三和交通の顔ですね。近い。いや、あのアップに耐えれる、アップに耐えれるまーちゃんです。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。何照れてんの？コメントが。はい、そんな感じです。で、私をじゃあ。はい。大月、はい、乗務社員さん、はい、大月、大月ちゃむくろです。大月ちゃむくろ、謎コードがね、もうね、怖いな。はい、皆さんどうも、いつもお世話になってます。はい、ということで、じゃあそんな感じで行きますか、早速。はい、行きましょう。はい、おー、アスキーアットが早速、私たちのね、まーちゃんちーちゃんのアスキーアートもぜひ作っていただいて。え、私の出たんですか今。出ました。あ、おさむさんかな、誰だろう。おさむさんですね。おさむさん、ありがとうございます。大月さん人気、夏ぶりかな。最近ね、あのツイッターでも結構人気あるんですよ、私。だから PT はダメなんだって。うん、でも今日 PT やりませんよ。やりませんよ、もうダメ。はい、この前ちょっと怒られちゃったから。聞きましたよね、みんなね。ある方に怒られちゃったんですよ。証言者あの長尾さんと回るときは徹底して PT やりますから。はい、ということでちょっとじゃあ行きましょう。じゃあ最初のところ案内しますからね。ちょっと皆さん、ライト持って私が何持ちますか。あ、大丈夫です。じゃあ皆さんが降りてから、はい、お疲れ様。お守り、はい。これ映ってます？映ってます。はい、クロルさん、クロルさん元気、いつもありがとうございます。じゃあトラボルタ先輩、ちょっと車内に、はい、お留守番でお願いします。じゃあ一応ロックしますね、降りてから。PT は TikTok をしました。ちょっとチーちゃん開けてあげて。今、ね、パソコン持ってくの？あ、持ってかないです。持ってかない。ちょっと今ね、太ももを今日出しました。はい、ゲートエドッケー大丈夫ですか？はい、あれは持ってます。ライトも持ってんの？持ってます、持ってます。覚えてほしい。で、もうね、一切見れないんで。エンジン機って大丈夫です、大丈夫です。今日はね、強力なライトがあります。そう、ちょっと、そこで、
かな。傘いらないですね。はい。さて、一箇所目、某神社に。はい。じゃあこれ。いい？大丈夫。俺が、私は前行った方がいいのかな。そうですね。あ、じゃあちょっと最初に私。こちらのですね、某神社は、あ、じゃあちょっとあの鳥居をくぐって、はい、参道入ってからご説明しますね。はい、大丈夫大丈夫です、うん、そんな大して降ってないよ。うん、一礼をしてから入りたいと思います。ここなんですけども、某神社、ここはですね、小さな子供とか赤ちゃんとかそういう方をですね、そういう方を祀ってある神社です。はい、で、もうちょっと行きますと正面にですね、ちょっと不気味なんですけども、あるものが見えてきますから。で、ここ左側がですね、ちょっと川になってますから、池になってますから気をつけてくださいね。うん、映ってるかな、大丈夫か。ちょっと見てもらう、あの映像これです。これが池。はい、これちゃんと見ないと本当にズボボボって落ちちゃいますね。映ってます？映ってます。はい、カメがいいっすよ。じゃあ今から寒中水泳やってみます。じゃあ私たち置いて帰りますね。はい、私が落ちそうですね。こちらはですね、ここ見ていただけますか。今もう冬ですごく寒いんですけど、このお地蔵様が、ここに赤ちゃんを抱っこしてますね。あったかくしてますね、これね、すごくね、ストールを巻いて。こちらもちゃんと暖を取ってますね。うん、ここは別にあの心霊堂のコーナーじゃなくてですね、こうやって、なんて言うんですか、供養してるって言えば供養してるんですけども、この千羽鶴がちょっと意味よくわからないんですけども、早く元気ありますよね。ね、早く元気になってねってことですかね。あ、ちゃんとポカロン。黙ってください。ちょっと皆さんお賽銭を入れてるみたいだから、私も。はい。じゃあいよいよちょっと上の方行きましょうか。はい、はい、ちなみにこの左手見えます？これ結構な階段ですね。これがあのこの神社のまーちゃん神社のご神木です。映ってます？映ってます。はい、結構立派な、これちなみに皆さん樹齢何年か分かりますか？コメント来てます？してますよ、コメント。すごいですよね、これね。転ばないようにねって。欅さん、ありがとうございます。欅、ちなみに樹齢300年です。あら、あ、正確な数字が。ここにちょっと今、ほこらみたいになってますよね。うん、はい、ここが実はここに頭を入れると
ゴリアスがあるっていう。墓場行きます。ねえ、それはちょっとダメなんじゃないでしょうか。いや、これはあくまでも本当に、あくまでもこの地元の方に聞いたお話。あら、そうなんですね。ちょっと暗くなってきましたよ、ね、だいぶ。そうですね。最初はこれ転びそう。こんな感じでやってますけども、まあだん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 レベルが高くなりますから、光の反射が。まだあそこ明るいですね。あ、じゃあこっから先はお二人で、あそこほらお賽銭箱もあるから、今日の心霊ツアーが無事に終わるように祈ります。うん、はい、じゃあこれ、ありがとうございます。いただきました。いただきます。はい、じゃあ、じゃあ私つまってますよ。はい、はい、あ、私がカメラ撮りましょうか。あ、そうですね。うん、お二人が行くんだから。はい、はい、はい、これを持って、お月さんこれも持たないといけない。はい、はい、あと携帯を、はい、頑張ります。はい、あとこれも一緒に持つだけで大丈夫です。はい、はい、じゃあ今からまーちゃんとちーちゃんが、はい、お参りしてきます。はい、今二人がですねお参りしております。本当は夜は鐘鳴らしちゃいけないんですけども、まあ今日はおごそかな気持ちで。お願いします。はい、今日心霊ツアーが無事に執り行われますように。今お二人が。これ随分立派なしめ縄ですね。ね、すごいよ。ちょっとこの中を、なんかちょっと怖いですね。うん、今のところ誰も覗いてませんね。大丈夫ですね。はい、あんまり怖い感じもしないですね。そうですね。まあ、ここは最初ほらソフトですから、はい、ソフト路線ですから、はい、行きましょうか。はい、じゃあ行きましょう。はい、この後ですね、この神社を後にしてちょっと次は曰く付きのポイントへご案内しますから。はい、じゃあ、はい、いいですか。先にじゃあライトお願いしてもいいですか。はい、じゃあ下向けていいですか。ライト、ごめんなさい。これ綺麗ですね。本当だ。椿？椿じゃないんじゃないですか。椿は赤いんだけど、これ白い椿かな。違うかな。椿こういう感じでしたっけ。あれ、あ、椿か。椿っぽい、なんか白っぽいですけどね。葉っぱが、あ、椿でしょ、これ白い椿。うん、リスナーの方知ってる、みんな知ってるんじゃないかな。よし、全然怖くなかったですね。うん、ですね。とりあえずは。
次はちょっとまずいですよね。あ、今雨上がりましたね。上がりましたね、うん、あ、サザンカ。あ、すごい。なるほど。サザンカか。サザンカの宿。歌うと思ったよ。こんな感じですね。おじさん、歌上手です。いやいや、全然ないですよ。私が得意なのは、ベッドの上だ。そういうこと言っちゃいけないの、今日は。すいません。社長も部長、すいません。ちょっと揺れます。ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。充電ですか。はい。はい、あ、大丈夫です。大丈夫。させてもらってる。うん。縦じゃないの。なんか。あ、U字みたいな。見えねえ。うん。よし。ごめんなさい。ちょっと待って。あ、うるさいです。分かった分かった。はい、OK です。はい、ありがとうございます。今映ってますね。充電されてます、はい、よし、いいじゃん。え、何がわらなの。じゃあ皆さん行きます。はい、次のですね、2つ目のポイントをご案内します。ご乗車ありがとうございます。三和交通の大月と申します。安全運転でお送りいたしますが、念のためシートベルトのご協力をお願い申し上げます。わー、広告。猫人さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。いつもはい、無理だ。みんなしっかり行ってくださいね。まあ今日スタート時点が会社じゃなかったんで、皆さんのご乗車確認ができなかったんですけど、後で皆さんのアカウント名とか読み上げてちゃんと出席確認しますからね。出席確認を。私の膝の上はちょっと狭いですよ。ありがとうございます。ああ、ナナさんだよこれ。ナナさん。ありがとうございます。ええ、もう十分暗いですよ。うわ、もうそんなに。いますね。ただ前回はですね、前回土曜日でしたっけ？前回金曜日です。あ、金曜日でしたっけ？前回の。ちょっともうちょっと少し時間が短かったです。トラック人気ですね。狭いかな。だからちゃんとさっき確認したら、みんな今トランク確認したらちゃんと乗ってましたよ。カオルさんもクロルさんもナナさんもみんな乗ってましたよ。ナナミネさん、ありがとうございます。さっき車の下にへばりついてる方いましたね。へばりですね。落ちないようにコアラでありましたよね。あれ事件、なんか自分のポケットに香里さんが入ってるよ。こんなとこ入っちゃダメだよ香里さん。入ってない。あ、幽霊さん、広告ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ガスタンクなんかゴッティーム、竹の子先輩登場。竹の子先輩
前乗りしすぎてる。いや、リスナーの皆さんのコメントがやっぱり支えですよね、本当に。パトカーですよ、パトカー。あっと、前方パトカーですね。落ちないで、諦めないで。落ちないでくださいって。はい、おまわりさん、安全運転してます。ご苦労様です。食しすぎちゃったら。食しすぎちゃったら。このにもダメですよ。あ、皆さん広告ありがとうございます。本当に通報しちゃダメ。あ、あといつだったか、あのほらアンケート調査もありがとうございました。 ありがとうございますそれは閉めてください。いけないでください。ゴムもありますから。しっかり閉めてください。ゴムあるから、はい、つけないとダメですよ。で、続いてはどういうところに。ちょっとね、悲しい歴史があったって言えばいいんでしょうかね。はい、次の行く場所はですね、はい、ちょっとした、小高い雑木林、うん、山の中なんですけどもね、ブレブレ了解です。はい、実はですね、待って、なんかすごいラップがちょっと女性の遺体が発見された場所です。女性の遺体、はい、あんまり詳しいこと言うとその人に対してね、ちょっと申し訳ないんで、ただ皆さん、女性の遺体が発見された場所とそれだけご説明しておきます。ごめんなさい、すみません、急にやっちゃったから。どちらまで行きますか。びっくりした。あ、ごめんなさい、ちょっとナビ操作間違えた。優しいナビなんで、いきなり、はい、あの部屋じゃないですよ。はい、歩行者優先、右折巻き込み確認、よし、OK。 松木さん、ちょっとワイパーを、はい、止めます。あ、これで、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとおっしゃい、これどう、なんかね、うん、とりあえず大丈夫かな。カメラがなんか、もともとズームのものか、私もさっき撮ってて思ったんで、ちょっと近すぎるんですよね、はい、ああ、なるほどね。あと、これ、ナイトショットあるの？ない、ナイトショットはないんだ。ありがとうございます、見やすくなった。よかった。たくさんはいかないはい、見るの。そうです、高畑悦子さんはね、それで皆さんに衝撃的なご説明があるんですけど、まあ今日はやめときますそこまで言っていや、高畑悦子さんに関する新たな情報が入ったんですけど、ちょっとこれは極秘で今ちょっと進めてますから、はい、ちょっと鋭角ですね。ここすごい鋭角なんですよ。鋭角すぎる、うん、すごい道だな。ちょっと切り替えそう。前のブロックが万が一ゴリってやったら自腹だから心配だ。はい、
ちょっとこれから暗い道行きます。ハイビーム、はい、暗いですね。いやですからこれからその雑木林に向かいますから。どうですか皆さん、雰囲気、雰囲気感じていただいてます？これ感じてるんじゃないですか。あのお散歩のワンちゃんがいます。犬かあれ。犬、ちょっとハイビームやめます。あの犬か。はい、あのリードをついてたの。結構大きかったですね。大きかったですね。今日はなるべくあのポイントからポイントへのですねロスが少ないようなコース設定を考えましたから。タヌキは普通にいますね。タヌキは横浜にもいますからね。埼玉にもいます。いっぱいいますよ。イノシシのアスキア、かわいい。すごい。かわいいイノシシ。ちいちゃんがですね、横浜のちいちゃんが八王子は可愛い、八王子はタヌキが多いってね、いじめるんですよ、皆さん。ほんと一回あ、ちょっと待って、これお地蔵さんだ。なんでこんなとこにあるんですかね。これあの人います、人います。横浜にもタヌキ出ますってば。埼玉もいっぱいいますから、一日一タヌキ。朝一タヌキ、夜一タヌキ。私が家の駐車場にタヌキ行ったことあります。本当に、はい、うちに家の庭にいたことあります。ペットにすればいいの。長尾レジェンドダッシュさん、広告ありがとうございます。え、長尾レジェンドダッシュさん、長尾さんじゃないよね。違う、違うと思います。びっくりした。本当ですよ、タヌキ出ますよ。何、原付きか。ちょっとこう、このまま入れちゃいます。いいところに。そうそう、はい、着きました。あの皆さんね、俺あれですよ、長尾さんとはね仲いいですから。ドワンゴの長尾さん大好きです。ここはちょっと冷気を感じると思いますけども、はい、今からですね、この雑木林を歩いていってもらいます。でずっと上まで行くと鉄塔がありますから、はい、そこまで2人でちょっと パブリーズかぶっていいですか。パブリーズ。そうですね、あの途中までは案内しますよ。ちょっと待って、はい、何、大丈夫です、大丈夫、大丈夫。あとちーちゃん、この中からパソコンのケーブルごめんなさい。じゃあ私もパブリーズかぶります。なんかトイレに行きたくなってきちゃったな。ここね皆さん、これからちょっと2人が雑木林の中入ってきますけど、ある方に、ある方、私はこの前下見で行ったんですけど、下見で行った時にすっごいお考えしました。ここなんと、あれこれが、あ、違うか。これで、ある方がその下見の映像を見て、大月さん、前方に女の人の霊がいるよって言われたんですよ。だから、もしですよ、もし2人が、あ、広告ありがとうございます。名前見れなかった。もし二人が何かあっても、あの大きな声出さないで黙って静かに逃げてきてください。はい、うん、え、鉄塔まで行って、鉄塔まで行ってぐるっと回って帰ってくればいいです。Uターンしてくればいいですか。はい、はい、それより奥はまさしく埋めてあったところだから。あら、さ、じゃあ行きましょう。ちょっと、あ、バッテリー大丈夫かな。バッテリーちょっと不安ですね。1個減ってる、まあ大丈夫です。あの一応もう1個持ってくるの。あ、そう、じゃあカメラ皆さん外します。じゃあ行ってきます。じゃあちーちゃん、あのそっちのドア開けてあげて。よし、はい、じゃあ私エンジン切ってから行きますから。はい、おトイレはお我慢します。
てそういうことするのは。閉めます。はい、お願いします。ちょっと待って、 今ロックするから。はい。コメント見れない怖さ。そうですよね、なるべく見るように。ライトもう一個小さいのいいか。そっちもライトつくんだよね。ファブリーズ。あ、ファブリーズ。あ、ファブファブ。私のファブリーズ。ファブリーズ。じゃあ私は今かけてあげる。暗くて光が届かない。すごさ。じゃあ皆さん、今からですね、まーちゃんとちーちゃんを守っていただけるように。はい、じゃあちーちゃんから。はい、ちーちゃんからファブ行きます。いいですか。はい。オッケー。こんなもんか。はい。後ろも。長尾さん、ファブ使わせてもらってます、はい、じゃあ今度、まーちゃん、はい、カメラ、ごめんなさい、音出ちゃってるか。大丈夫、ファブ使わせてもらってます。音消しちゃった方がいい。あ、音声がちょっとずれてるんだね。かぶっちゃう、すいません、言っとけば。はい、よいしょ。結構離れた方がいいのかな、はい。はい、じゃあ行きますよ。映ってる？映ってます。はい、じゃあ顔にはかけないから。かけ入った。あ、大丈夫。OK。 大丈夫、はい、じゃあちょっと私も自分で。いい匂い、うん、いい匂いする、はいはい、これファブリーズすごい宣伝になるよね。あ、ありがとう。提供来ないかしら。本当だ、はい、大丈夫か。レンズ大丈夫ですか。大丈夫です、はい、じゃあ行きます。じゃあ変わります。でここね、あの、はい、ライトも置きます。ちょっと待って、もう一個ライト持ってるか。はい、ちょっと皆さんに入れます。これライブ終了、これ挟んだら壊れちゃう。これ生ですよ。生放送です。生放送です。ちっちゃん、今の気持ちは？今の気持ちは、はい、すごい怖いです。お月さんからコースちょっと聞いた時に雑木林って聞いてちょっとビビってます。かなりなかったわ。もう今何も車一台も通りませんからね。ちょっと見えないんですか。こっちが畑です。あ、待って、バッテリーがやばい。ちょっと待っちゃうよ。ちょっと一瞬一瞬、ちょっと皆さん一瞬バッテリー変えますね。ちょっとお待ちください。あ、バッテリーね、はい、じゃあ一回皆さん止まります。ちょっと待って、傘持っとくか。一応ポツポツ降ってきた。よし、大丈夫そうです。動いてます。ちょっと時間差で止まる。あ、映ってます、映ってます。皆さん映りましたかね。ちょ、バッテリーがね、急に動かなくて、ね、動かなくていいか。これ、ちいちゃん傘持てんの？念のために持てます、持てます。途中にザーッと降るかもね。ちいちゃん今日絶対家に出るよって。なんでちいちゃんばっかり。ちょっと皆さんカメラを拭きます。ごめん、こっちの方がいいわ。こっちは70センチ大きいだそうだから。これだと2人。ありがとうございます。ほら、大丈夫でしょ、はい、じゃあ早速。それでは皆さん、おごそかにご案内いたします、はい、ちょっと葉っぱとかで、この葉っぱとか雨とか、ここを登るんですか。ええ、こう登ってきますから。こっちじゃなくて。違います、違います。道じゃないよ。そんな生優しいもんじゃない。え、途中まで行きますから。私こっちだと思ってました、道路。今日大月さんからスニーカーできてねっていう指示があったんで。え、このダメだったんですね。行きましょう。人かと思った。違う。ちょっとじゃあちーちゃん先いいですか。はい。あ、傘大丈夫です、大丈夫です。え、すごい。こけるかもしれない。大丈夫？はい、大丈夫です。
じゃあ途中まで私先行った方がいいですか。ね、そうですね、ちょっといろんな意味で危険ですかね。私は離れて撮った方がいいのかな、これ。これ途中からこういうあの、危なくないか。揺れはご勘弁ください。すみません。何？これ何？何？これちょっと見て。何ですかこれ？なんかこれピンで刺してあるんだけど。何？網？虫が入るのかな？カブトムシ？おお、ちょっと不気味ですね。下のライトが車ですね。うん、制覇するから。もうほら、でもここからここまで来たよ、ちょっと。まあ、チェックミューでしょ。ああ、はい。ああ、そこ。ちいちゃん、クリアだね。マーちゃんとセットですから。なるほど。いや、俺一人で待ってるのも怖いですよ、これ。一緒に行きましょうよ、ここは危ないんで。そう？じゃあ、ちょっとリスナーの皆さんどうですか？3人で行った方がいいですよね。コメントどう？ちょっと聞いてみて、ね、うん、皆さん3人で行きたいんですが、どうしましょう。これはもうあの口頭アンケートですよ。ちいちゃんとまーちゃん2人で行かせるか、生贄にするか。いやダメって言いましょう。ダメ、私が案内するか。これどのぐらいあるんですか、距離。もうあそこ鉄塔見えますよね。カメラ映ってない、ほら。長尾はいつも一人、ちょっと一人ずつお願い。3人でみんな言ってることがちょっとバラバラかな。ちょっと映像があるから、はい、じゃあ行きましょう。わかりました。たまに車がと、うん、じゃあ私は先でいいですか。はい、まーちゃん先行く。じゃあ行きます、ね、うん、私はここからカメラを、その方がいいでしょ。最初だけ強気なまーちゃん。はい、まーちゃんが暗っというか、あんまり大きな声出さない方がいいよ、ここ。これね、降りる時が怖いですね。おお、大丈夫。ここ落ちたら危ないですよね。結局3人で行かせていただいてます。今電波状態は？あれ？ちょっと待って。この音は？車？お？大丈夫。車だな。いや、今一瞬怖かった本当に。持ってるライトが結構遠くまで照らせる。ああ、そうですか。これが、はい、鉄塔です。そうですね。このさらに奥なんですけどね。あ、奥なんですね。はい。埋められていたのはもうちょっと奥です。うん、どうしますか。もうちょっと行きますか。行きましょう。暗くて。うわっ。これ無理でしょ。ちょっと奥は。あ、見て、あそこほら。何も見えない。カメラ映ってます？暗い。暗いけど肉眼でもほとんど何も見えないです。うん。あ。ん？皆さん、これいますよね。なんとなく今お考えした。
まあちゃんどうぞ。ライト後ろから当ててるから。お、大丈夫？クモの巣。クモの巣？クモの巣だった今。人間本当に驚くと声が出ないですね。気分は悪くなってないです。大丈夫です今のところ。結構結構切りましたけど。そうこの奥ですよ。奥行っていいんですか。いや本当は良くないんだけど、これ以上奥行くとまさしく遺棄されてた場所ですから。真っ暗ですね。うん、大月さん傘に雲がブラブラしてます。本当だ、雲がお出迎えです。見えますか。そういうこと言ってる場合じゃないんですけどね。コメントがちょっと見えないから。本当に動き林です、ね、もうちょっとだけ行きましょうか。じゃあ、はい、思い切って今度ちーちゃん先行ってみる。じゃあ行きます。うん、ちょっと後ろから後ろ誰も来てないよ、はい、大丈夫、うん、ちょっと離れて取ってってやるとか、ね、そうですね。大月さん先行っていいです。そしたらあ、私も、うん、はい、ちょっと後ろは振り向かない。カメラがね、ついに。いや、やばい。ん？なんかすごい、広がりっていうか。まだあるでしょ、右の方。やばい、この この三本の木を覚えてますから。これほら三つ股みたいになってるでしょ。なってますね。珍しいですよねこれね。ちょっと手を合わせておこう。行きますか。これ以上奥はもう危険でしょ。戻りましょう、うん、雰囲気は皆さんどうですか。もうここはみんなやばいって結構言ってます、ね、コメントで、うん、枯れ葉で滑らないてください。みんな怖いやばいって言ってます。何、鳥、鳥か、鳥みたいな。今ここ、これから下り坂になるから気をつけないですね。気をつけて、うん、私後ろからライトを照らしてますから。ありがとうございます。
こも怖いですよね、うん、なんか真っ暗、うん、どうどうか分からないです怖い怖い。おじさん転ばないでください。大丈夫大丈夫大丈夫だけど。足音が怖い危ない危ない。後ろからこれねえこれめっちゃ滑るやつ。いやそれか後ろからなんかね。ああ俺実は怖がりだから。やめてこれ怖い怖い怖い。なんか後ろから滑りそう。ね滑ろうと思えば滑れます。ええ。気をつけてゆっくりゆっくり。皆さんのコメント見たいな。見づらくてすみませんね。ちーちゃんコメント見える？うん、見てますよ。あ、そう、うん、さっきなんか変な音したね。なんか鳥？リスナーの人は気づいたのかな。鳥か、なんか変な鳥だと思う。ちーちゃん先危ないんで。はい、じゃあ1個取ります。ここからちょっと狭くなるから。なんかずっと飛行機飛んでるのってコメント結構来てるんですけど。あ、なんか音したね。飛行機？しますか？飛行機の音ってことですか？こっちもね、暗いんですよ。もうライトが届かないぐらい。後ろもう降りてきましたよ。ちょっとエンジンかけてきますね。はい。MA1 は今年も流行りなのっていうコメントが来てる。これは去年のやつです。よく見てますね。防寒対策で。あ、じゃあちーちゃんその傘は前置けるよね。はい。座席に、ね、置けますよ。車はちょっとバックで出しますから。はい。待ってます。裏側のオレンジ、裏側はなんかモコモコした茶色なんですよね。あ、車来た。草が映ってるっていうコメント。いや、なんか映しといた方がいいかなと思って、真っ暗だから。あ、雨なんか結構降ってきた。雨降ってきた結構。はい、行きましょう。はい、カメラがうちうち。ありがとうございます。皆さん入れます、はい、あれ？あ、ごめん、はい、開いた、大丈夫だよ、置いてかないから。あ、車来たか、いい？じゃあ出すね。ありがとうございます。
はい、シートベルト締めましたよ。今乗ってるのは大月さんとまーちゃんと私とトラボルト先輩だけですよ。葉っぱがすごいわ。すごいですね。ちょっと雨足が。そう、結構な人気があるんですよ。ありがたいことに。そうなんですよね。え、何？トラボルタ君？いや、違います。違いますとか言います。心霊スポット巡礼ツアーが。ありがとうございます。人気があってですね。来年もやりますので、ぜひ。なんか来年も心霊ツアーやるのはもう皆さんの決定したみたいですから、はい、八王子営業所、東京営業所、横浜営業所、埼玉営業所。それであのあれですよね、府中は新しいイベント始まったんですよね。新選組ツアーという、はい、心霊とは全く違う。ちょっと車先行かせます。はい、皆さんあのね、この間告知されてましたけど、府中では心霊ツアーやってないんですけども、3億円事件ツアーとそれから新選組ツアーっていうのを始めましたから。そうです。で、詳しくはホームページを見ていただけると。はい、ホームページ見てください。本日いろいろごめんなさい、緊張します。土方歳三、近藤勇、はい、沖田総治、歴史が好きな方はね、最高のツアーですから。はい、ちょっと皆さんラップかけるんで、ちょっと雑音入ります。音量注意してください。はい。あ、僕はもらえないんです。ちょっといや、ごめんなさい。後でやります。後でやります。今ですね、皆さんちょうど時間が18時6時ですよね。はい。で通勤時間帯ですよね。あ、通勤っていうか帰宅？帰宅の車というか交通量若干多いですから、そうですね、ちょっとそれだけご了承ください。今八王子はですね、ちょっと雨足が強くなってきましたね。ワイパーちょっとワイパーちょっと早めに入れさせていただきます。はい、はい、こんばんは。ジャパンタクシーは今のところ各営業所に2台ずつ入っているので、16台ですね。今後もどんどん増える予定です。あれ、お客様の評判いいみたいですね。うん、車高が高くてゆったりしてるんですよね。あと床がフラットですから、今回は普通の今のクラウンタイプの車両よりかは体不自由な方に優しく作られてますね。麦茶飲んでもいいですか？どうぞ飲んでください。
これからロケですかって、今ロケ中、ロケっていうんですかね、生放送で心霊スポット順に行く。あ、これ生放送ですからね、ロケじゃないですよ。あ、初めての方かな。うん、っぽいですね。ちょっとコンビニ寄ります。こちらもセブン。ちょっと皆さん、ちょっとだけトイレ行っていいですか。すいません、これから進行方向左手にちょっとないんで。昨日の売り上げを。え、私の、はい、昨日の売り上げはですね、行っていいのかな、ち、まあちゃんいいの、うん、やめときましょうか。やめときましょう。私の売り上げ行っていいのかどうか。おやつもどうぞでした。ありがとうございます。じゃあちょっと皆さん、セブンのパーキング駐車場入れます。先輩はペットなのか社員なのか。社員です。社員ですよ。社員です。正式な社員。なんかトラボルタさんの方が私より給料いいって噂なんで。そうなんですか。それではちょっと皆さん、すいません、かなり冷え込んでますんで、5、6分お手洗い休憩ってことで。そうですね、よろしいですか。すいません、ちょっと失礼します。ここでじゃあ私の作った、あ、そうです、マーちゃん特製の、楽しみですね。それだけ見ていこうかな。いや、大したことないんですけどね、言っときながら。言っときながら大したことない。行ってきます。あのね、私は一生懸命手振ってるけど、残念ながらね、先輩重役。そうですね、重役ですよ。ご飯じゃなくて手作りだよ。はい、ちょっと待ってくださいね。さっきの使えないバッテリーを充電して。ペヤング大盛り。ペヤング大盛り。もう食べたいかな。え、嘘、私全然食べたいです。もうちょっとあれだね。マカピーはあれからもうね、5から食べてます。ずっと言ってますね。がいる。ありがとうございます。今日は何時まで、一応、まあ、2時間の予定なんですけど、きっとね、延長するんで3時間ぐらいですかね。ピザマン買ってきて。食べたい。ピザマン食べたいな。はい、ちょっと私もおトイレ行ってきてもね、よろしいですか。どうぞどうぞ。ごゆみちゃんじゃあつけときますね。ごゆみちゃんとお話、皆さんとお話を。お世辞やぞと。お世辞はひどい。言わなくていいんだよ。
ね、お手洗いは大丈夫、ちょっとどんな映像が入ってるの、あ、本当だ、あ、え、声入ってるんですか、私の入ってますよ、あ、ただいま、はい、あのリスナーの皆さんにお土産です、キーちゃん映ってるこれ今ね、あのあれなんです、まーちゃん特製の、あ、あの映像か、あの映像なので、音声だけなんだ、そうなんです、じゃあこれお土産、あ、ありがとうございます、あ、すごい降ってきたね、ピザマンじゃないです、マシュマロサンドっていうのを大月さん買ってきてくれました、おでん、おでん食べたいな、そう、大月さん飴男なんですって雨風だよこれ、すごいですね、すごいよ、カッパ買った方がいいんですかね、カッパがないとダメだけど
あのこれなんだっけ、ちょっと急遽コース変更しますから。あ、はい、わかりました。この前のあの上の公園はびしょ濡れになるから、そうですね、ちょっと濡れ、あまり濡れないスポットこういう時のためにちゃんと考えてるから。カッパ買ってきます。うん、カッパ買ってきた方がいいね。お財布入ってますよ。お財布。お財布じゃないや、カッパ3人分買ってきます。みんなお願いします。お財布買ってきてどうすんや。傘はありますよ。今映ってたかな。箱だけ映ってました。箱だけ。はい、これ。そう。今暗い。画面はあれですよ。暗いな。まだ、ね。あれ？映ってる。やっぱりダメか。こっちで。はい。お、すごい風。これ新発売マシュマロサンドです。もうちょっと上かな。これ、ね。うん。あの大したもんじゃないんですけど、皆さん食べてください。見えねえよとか。先生。今ね、あのカッパ買いに行ってるから。はい、ありがとうございます。あれ？なくなっちゃうのかな。あれ？今カッパ買ってもらって。はい、カッパ買いに行ってます今。はい、ちょっとじゃあすいません、棒読みちゃんちょっと引っ込みできる、はい、すいません皆さん、今年1年ですね、棒読みちゃん、あ、はいはいはい、確かに今年1年ですね、お世話になった三和交通のいつもまーちゃんとちーちゃんが放送しているニコ生チャンネル、それから三和交通の YouTube、みぞまりなチャンネルとかの YouTube、 それから、こういう心霊ツアーのリスナーの方、それから私の、Twitter のですね、仲のいいリスナーの方、感謝の意味を込めて今からちょっと名前をバーッと読み上げますから出席取ります。はい、くずはかおるさん、クロールさん、かおりちゃん、ななさん、またやん、あきらん、水上さん、杉山力也さん、グッドバイさん、こぼしさん、ジャングルさん、ななみさん、これ自分の名前が出たら返事してくださいよ。それからナムナムさん、ホッピー1号さん、アリアンキングさん、ふわとろたまごさん、
美味しそう。オムライス真弘さん。美味しそう。美味しそう。あと九太郎さん、美馬さん、熊一撃さん、ナノシルコちゃん、シノちゃん、オリーブさん。言ってますよ。言ってます？ハイオーダーって言ってる人いる。ハイオーダー。ちょっと早すぎるかな。プーチクママさん、クマハウスさん、ゼンスさん、キャスバルさん、そしてあのおさむさん、おさむ729さん、はい、森姉さん、ライトハルトさん、タンクトップ番長さん、ラインさん、スッシーさん、ひなちゃん、ポッチさん、ジュリーさん、カッパさん、ハーデス、死亡遊戯さん、フェドラーさん、坂田銀時さん、ライトさん、タイヤンさん。聞いたことある名前か。そうそう、みんな面白い名前だし。ユウさん、それから園長さんと金太さん、このお二人はね、たまにニコ生で心霊の会談をやってるんですよね。園長さん、金太さん、秋山でペイっていう、はい、白髪樹里子さん、トカナさん、あ、これ私が雑誌に載ったやつですね、トカナさん、トレンドさん、ヒデさん、ユキ125さん、高橋さん、アイさん、ソーマさん、ミエルさん、ユミさん、静香さん、ユイさん、オーリさん、ペイちゃん、ドエムくん、せつなさん、ヨッシー、シロチビさんに白丸さん、ジャラさん、それからミンミンみかんさん、東さん、しふみちゃん、いつもありがとう、リュウジさん、パセリさん、京太郎さん、道祖神さん、浜さん、この方はね、結構心霊スポットを探求してるので有名な方ですから、はい、今ね、はい、ここで話つけていただいた方 もちゃんと名前ついてますからね、リンゴ中、はい、世界手芸刀さん、まこまこさん、デスさん、折り紙さん、ちかおさん、パープルラビットさん、ゆりさん、かぎかたさん、ようこさん、りこさん、さくらいちごさん、まさきさん、かずぴーさん、ごまちゃん、こまちゃん、あぶらさん、ライダーショーさん、アルポンズさん、こもださん、エッチな絵いつもありがとうございます、くみこさん、おかちめんこさん、とかちさん、アップルさん、あ、とかちさんっていうのはあのほら覚悟を決めてやるしかないわっていうあの例の、方です、うん、アップルさん、うん、青インゴさん、サクシャリンさん、富尾さん、笠木さん、花&福さん、ゴロタンさん、ヒットさん、常久さん、木内さん、堀ちゃん、秀夫さん、村ちゃん、奈代さん、市川新一さん、縦割れさん、縦割れすごいね、これ縦割れさん、10年後って言われちゃう、せっちゃん、それから酒くず幸子さん、さな、あ、結構仲良くやってます、みんなエッチな絵が気になるようですね、さなめろさん、大阪ロードさん、ヤリツさん、これタクシー仲間、ヒロスイーツ王子さん、ミーゴレンさん、この方すごいんですよ、東京青年会議所渋谷区委員会様、はい、真面目な方がよろしい、未来さん、未来さんはほらニコ生チャンネル独自にやってますよね、トマトさん、キノコのマーチさん、マロンさん、白猫散歩さん、25年後サルバトール赤フルさん、今どこですか、霊能者オカルトさん、ミヤモンさん、あ、それからあの半分いきます、エクスペリエンスさん、エクスペリエンス、これあのほら紙に鉛筆で書いた、あのずっと読んでます、違いますよ、全部頭に覚えてるんですよ、あ、はい、そうでした、エクスペリエンスさんがあのシーンゲームのシーンって今度1月にまた新たに発売されますから、そうそう、PS4 版で、はい、私たちそれやりたいと思って、そうなんですよ、やりたいですね、だからこのゲームね、皆さんね、ぜひ今からでもまだ間に合うと思います、はい、もう予約がですね、すでに3000件突破してるみたいなんですけど、これすごい、エクスペリエンス様のゲームシーンよろしくお願いします、やりたい、お、マー君見てるか、マー君、ひとみさん、貧弱うさぎさん、フジモンさん、つくもさん、ユーミンさん、天野さん、坂道キャラメルさん、ルークピコリンさん、ろくろさん、デカピンさん、あゆまさん、白晴れさん、あたかさん、酒場さん、それからこれお茶の長沢園さん、茨城県ですね、あ、キャサリン FM 西東京、ラジバタさん、これ仲いいでしょ、あ、これは何の番組ですかっていう人すいません、パムダさん、レブトンさん、カゼツーさん、ハラミーさん、キューボットさん、スムさん、モグラバイアルさん、カンちゃん、メイコさん、加藤吹雪さん、上白ベルさん、ニューヨークさん、この間一緒にテレビで共演した吉本の芸人さんです、さん、めっちゃ暑いです、車内が、はい、このニューヨークさん、これからですからね、はいって言って、
ちびおさん、そらさん、ブロイスさん、ばんめんさん、さっこさん、かめかわかめさん、ルトさん、のんのんさん、ザグさん、まねきねこさん、ちーさん、めっこりさん、もこかいさん、木村もぐらさん、デイジーリリーさん、みつやさん、プリンさん、メガネさん、かずちおさん、よるさん、ちゅうどうさん、カラスさん、たねさん、もう少しですから、みかげさん、にゃんころさん、てみみんさん、LEB さん、443、きくやさん、フェリズさん、お茶碗さん、リッキーさん、たかこさん、おかきさん、もんたさん、こまちごうごうさん、よかさん、ゆうこさん、でこいちゃん、かみのさん、まっきーさん、ぽっぽさん、いちもるさん、おずさん、よしのさん、この方は心霊業界で有名ですよね、あめちゃん、それから高谷美希ちゃん、浦さん、川丸さん、しゃまじさん、斉藤さん、水名玲さん、こんな感じです。みんな仲良くさせてもらってます。ありがとうございます。どうでした反応は？皆さん、はいって呼んでます。あ、どう、はい、呼びましたよ、皆さん。あのこれが今からつけていただいた方もありがとうございます。はい、カッパありがとうございます。呼ばれてない人ごめんなさい。ルーシュルアさん、ルーシュルアさん、呼ばれてない人ごめんなさい。今ね、コメント、アジヘイさんもありがとうございます。はい、すいません、はい、あの私ちゃんとこれ後でタイムシフトで見て全部チェックしてみますか。お願いします。ひょうたんさん、こんにちは。あ、ちょっと小ぶりになってきたな。おかしらさん、ありがとうございます。もこかいさん、ありがとうございます。いつも、はいはい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。カメラがこっちに向いてる。そう、あ、カメラこっち向いてる。ちいちゃん映ってます ね。はい、まー、あ、ちゃんも、はい、はい、今ね、めっちゃ暑いんです。私、温度を下げていただいても。あ、温度、はい、はい、ちょっと曇ってきちゃいました、あれが近い。あ、カメラが近い。アップに耐えれるまーちゃんです。耐えません。じゃあ皆さん行きますよ。めっちゃ曇ってますけど大丈夫ですか？うん、ちょっと待って、これデブ。雪みくさん、ありがとうございます。ちょっと待って、デブにするから。まーちゃんとお月さんがお手洗いに行ってないで、私たちはアイスの話をしてる。あ、そうなの？アイス食べたい。そう、今食べたい。食べたい。あ、ごめん、雪見大福買ってくれよかったか。で、大塚さんがね、このマシュマロサンドをね、そうそうそう、これマシュマロサンドね、食べながら。そう、さっきね、見せてもらったのに、私画面をね、あれ、これまだ置かない。行きますよ。はい、皆さん、ちょっと捕まってくださいね。行きますよ。はい、トランクのみんなも大丈夫ですか？マシュマロサンドはこれです。見えるかな？見えなかったらごめんなさい。これ新発売だ。新発売。新発売ですよ。詰めて詰めて。はい、皆さんシートベルト締めましたか？ちょっと今お茶買ってるんだけど。あ、そうなの。乗り遅れ。じゃあちょっと待つよ。待つ待つ。お茶買ってる人待つから。乗れましたかね。大丈夫ですかね。はい、飛び乗って。はい。飛び乗って。トランク発。はい、みんな行くよ。みんな行きますよ。オッケー、乗った。オッケー。すごい曇っちゃってるけど、お前見えます？え、見えますよ。中が暑いんですね。あ、違う、外が、外が寒くて中が暑いんです。なんだろうな、これ屋根に乗ってるのはダメです。風邪ひいちゃいますけどね。で、これね、デフが先輩にもおやつ。そうですね、トランポルタ先輩にもおやつ、はい、置いてかないでください。置いてくる方です。あの皆さんね、まだ今なら間に合うから、ペットさん、ありがとうございます。横のつながり、お友達に声かけてください。まだ開きます？まだ開きますよ。ちょっと待って。はい、これでどう？これは？これは？鍵です。あ、開いた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 。まだ車体の下に捕まってる人がいるし、ダメですよ。ダメですよ。はい、右折します。します。
はい、次3箇所目行きます。はい、さっきの怖かった、なんかちょっと不気味ですね。ちょっとね、ちょっとだけね。これ八王子だけですか、雨降ってるのは。どうですか、皆さんのところはどうですか。ちーちゃんはおならしてませんよ。ちーちゃんじゃないんで、ばあちゃんもしてないですよ。あー、邪魔してないの。平気レベルって言われてる、うん、トランクの中で誰かそうそう、トランク勢が日も潜ってた、愛知も降ってた、横浜は降ってた。これ多分日本全国みんな見てくれてるんですよね。やっぱ群馬はずっと暗いって言ってる人雪なら降ってる。どこ？すごい。どこですかね。岐阜も降ってる。東京も小雨。まあ、ここも東京ですもんね。はい、東京の外れです。雪降ってるって人もいますね。沼津降ってない。あれ？大阪も風強い。アゼルバイはない。神奈川は全域雨。じゃあ我々だけがこう犠牲になってるわけじゃないんですね。ですかね。よかった。全部大月さんのせいで。心霊スポットの雨男の私のせいにされちゃうところだった。札幌は昨日から雪です。恋の街札幌ですね。ですか。はい。カリフォルニア。え？さっきアフリカ来てた人。そんな遠くから見てくれてる人いるんですか。これ外国の人も見れるの。いや、でも違います。違いますよね。カリフォルニアです。日本語ですか。ああ、なるほど。調べたら八王子を放送中ずっと雨予報です。まいちゃんどうしました。すいません、今6時28分ちょっとですね、前方車が混んでおります、ね、はい、混んでますね。ちょっとだけご了承ください。まあそうですね、外国の方も見れますね。見れる見れないって設定ができるんですけど。あ、そうですか。ここはオープンとして、まあ、外人の人を見てるんだったらちょっと英語で挨拶を。前回の Thank you very much for your ride. I'm Otsuki of Sama Traffic. I send it to my safety driving. OK? OK。 すげー、すごいですね。I will arrive at the destination, but where will I park? わかる？公園？いや、今のはこの後どこに止めましょうかっていう感じ。なるほど。これはわかるでしょ。So please wait a moment. I will open door from outside. これただいま外からドアをお開けしますから。なるほど。三和交通流の英語ですね。そういうことです。三和交通の接遇英語です。アニオハセヨサンワテクシオツキムニダアジョヌンジジョムロホネゲスムニダ。すごいね。グローバル。フィリピンの人が乗ってきたら、マナミサラマポアコポシオツキナングサンワタクシマギインガトポアコシャラグママネホ。すごい。何、大月さんの特技が新たに発揮されました。はい、私の特技は何でも丸暗記しちゃうことです。私が会社センターで働いてきたとき、いきなり結構外国人の方電話していただけるんですけど、大体ね、場所決まってるんで、会社とか大きい会社なんですけど、たまになんか自宅に呼ばれるブラジル人の方がいらっしゃって、いきなり全部オールブラジル語だとさすがに泣きそうでした。さすがにわからない。ブラジル語ってのは私もわかんないな。日本語喋れますかって英語で聞いても、I can speak English って言われたときは、それを言ってくれたんですけど、そこから本当全部ブラジル語で、本当に泣きそうでした。でも、ブラジル語なのかもよくわかんないですけど、そういう感じ。リスナーの方の、ポルトガル語か。リスナーの方の中で、ひょっとしたら今日ブラジルの人いるかもね。これね、今右のトンネルが大渋滞なんですよ、ほら。皆さん見えます、これ右ですね、今大渋滞、コース、こういう時のためのコース設定考えてますんで、左曲がってバイパスの方へ経由します。ブラジル語じゃなくてポルトガル語って言うんですか。
か、ポルトガル語ね。じゃあ今度ポルトガル語も勉強しとこうかな。ロシュルガーさん、本当にブラジル人の方なんですかね。あ、そうなんですか。こんばんは。中国の人も見てるかもわかんないね。いや、そうかもしれないですね。ニーハオ、ゴシダクイシンタイラン、ジャユジャユ。え？いやいや、だからあの接続の言葉しか喋れないですよ。これで向こうからね、ペラペラ喋られたらちょっと焦っちゃいます。でもね、この一生懸命さがね、発音はどうでもいいんですよ。一生懸命さが相手に喜ばれる。あ、発音が、というかあの皆さんね、あの三和交通は今現在あのちょっと宣伝になっちゃいますけども、営業所が8営業所ございます。それで、全ての営業所がですね、交通安全をちゃんとルールを守って、安全運転はもうこれ当たり前。はい、じゃあ、他のタクシー会社とどう差別化を図るかっていうところで、三和交通は接遇面。もうお客様が雨降ってたら傘をご用意します。降車時の、乗車時のドアサービスもいたします。車があるところは、三和交通です。横浜営業所です。来年の4月も皆さん楽しみにしてくださいね。はい、もうね、準備は始まっております。そうなんですか、はい。これもなかなか面白いと思いますけどね。はい、しらっと延長しました。ありがとうございます。しね。で、ちょっと次のポイントまで。およそ何ヘクセル専用レーンがあります。ご注意ください。このナビいらないんだけど、音声いらないんだけど、どこだろう。ボリュームをちっちゃくします。あ、そうだね。勝手に喋っちゃうんだよね、このナビね。これ今日皆さん、あの営業車両じゃなくて、会社の車用車で走ってますから、ちょっとね、このナビ使い慣れてなくて。三和交通の接客接客のプロって感じするよねってことで。ありがとうございます。接客の、あ、ありがとうございます。いつか大月さんの運転するタクシーに乗るのがいいね。本当ですか。誰だろう。嬉しいですね。いや、嬉しいな。あ、ちょっとお名前が分からないけど、うん、あのまあちょっと八王子なんですけどね、私が営業できるエリアは八王子、日野、多摩、稲城、町田、このエリアなんですけど、横浜では私は営業できないんですよ。そうですね、はい、決まってしまってます。タクシーっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、営業エリアっていうのが決められてますから。もしね、八王子とかその大月さんの八王子営業所のエリアに来られた際、タクシー利用する場合は三和交通に電話をしていただいて、ドライバーの指名ももちろんできますので、月乗車員さん、指名お願いしますといえば、月さんのご利用でお買いになる。いやー、もう私ね、このニコ生見ましたって一言、ニコ生いつも見てますよとか、あのまーちゃん、ちーちゃんの心霊スポット見てますよって一言があれば、もうちょっと料金のダンピングはできないんですけど、コーヒーぐらいご馳走しますよ。皆さんお茶でもしましょうよ。はい、時間があればあのガストでグリルハンバーグチキンでもご馳走しますよ。あ、ごめんごめん、八王子の美味しいラーメン屋さん紹介します。そうそう、おすすめのラーメン屋連れてってほしいって方がいます。あ、そうですか。八王子ラーメンの本場知ってますよ。はい、いいですね。
はい、私のおすすめ3店舗ぐらいあるんですけど、ちょっと今度行きましょう、はい、で私が行くとね、そこのマスター緊張するんですよね。そうそう、刻み玉ねぎ八王子ラーメンの特徴ですね。もう全国区ですよ、八王子の。でね、あの醤油ベースに、うっすら油がちょっとこうね、大好きです、八王子ラーメン。で麺は昔ながらの中華そばみたいな、ちょっとやや細めの縮れ麺でコシがあって、こっちです。よし、決めた。ニコ玉リスナーが自分のタクシー取ったらラーメンタダ。あら、いっぱい来ちゃいます。ただし、チャーシューとか卵のトッピングは自腹ね。オプションは自腹。オプション自腹。もう、時に言ってます。そうですね、ラーメンの話。なんか、おかしいな、今のもっとコメントがブワーッと画面隠れるぐらいコメント来ると思ったけど、みんなマジでとか思う。合言葉はニコ玉ミニ。そう、あ、今イエーって言ったでしょ。おめでとうございます。チャーシュー3枚プレゼント。というかこれ心霊番組だよね。そうですね、ちょっと怖い話怖い話しましょうか。ちょっとそうですね、はい、すいません皆さん、トーンが明るすぎました。テンション高くなっちゃった。そうそう、これあの普段の私たちのテンションこういう感じですね。まああのまーちゃんとちーちゃん2人だけがやるときは明るい方がいいんですよ。ね、高尾山行ったりね、あの横須賀行ったり、ゲームの会とか、あと会社の説明会とかはその方がいいですよ。今日はちょっと暗めに行きましょうよ。最近の怖い話くれって。最近の怖い話、わかりました。ですね、ちょっとあのすいません皆さん、以前は私あの高畑悦子さんといってこの世のものとは思えない方を乗せたんですけども、実はですね、このニコ生で、9月でしたっけ、前回の放送が。あの後ですね、ちょうど10月ぐらいでしたね、今日みたいにちょっとこう雨が降ってる時だったんですけども、別にまだそんな肌寒くもなかったんですけど、ですね、皆さんご存知だと思うんですけども、あのモノレールの八王子多摩からずっと日野を通過して立川を通過してモノレールが走ってるんですよ。でモノレールの下が、まあ、普通のこういう都道になってるんですね。あ、ごめんなさい、高畑悦子さんの話はまた今度します。あ、なんか質問来てました。何が判明したの。あ、それはまた別の機会で。すいません、それはね、じゃあヒントだけ言いますわ。皆さん多分びっくりすると思いますけども、高畑悦子さんの旧姓を名乗るお母さんから宅地代を払いたいとの連絡がありました。おお、鳥肌。つまり高畑悦子さんの旧姓があったってことですね。お母さんが嫁ぐ前ので、ちなみに私がお乗せした場所がお母さんが生まれた場所でした。そこまではもう判明してます。それで全部言っちゃった。まあこれですね、テレビ東京の方とかプロデューサーとか会社の幹部とか総合的に鑑みて私独自で判断できるものじゃないんですよ。で守秘義務もあります。で向こうのお母さんはあの成仏してなかったんですね、大月さんタクシー代を払わせてくださいって言われたんですけど、もうレシートもありませんしね、まあ、だいぶ前ですね。でも優しくしていただいてありがとうございましたと、そこまではお話ししときます。このことです。テレ東はまた来年やるかもしれないですね。まあ来年は八王子じゃないですよね。ちょっと別のところで。
ただすごいなんかマッキーの看板と何でもないですお、1000人来ました、ありがとうございます。おー、1000人もご来店いただいて、ご来店ご来せっちゃんさん、ありがとうございます。皆さん、お足元の悪い中、ご指名ご来店いただきまして誠にありがとうございます。これも三和交通の二度生心霊ツアー、ごゆっくりとお過ごしくださいませ。ありがとうございます。水上さん、ありがとうございます。水上さん、いつもありがとうございます。コメが来場者の場合、ありがとうございます嬉しいね、本当に。いや、これも一人にまーちゃん、ちーちゃん人気ですよ。いや私は刺身の妻。もうマックのコメントありがとうございます。私はマックのナゲットが食べたいです。ナゲット食べたい。すいません、ちょっとだけ今このバイパス混んじゃってるんで、ちょっとだけご了承ください。次ですね、ちょっとね、皆さんがこれ何っていうようなガードへご案内しますから。はい、ちなみに言われはあります。あります。ここ以前もですね、長尾さんとちょっと回った時あるんですけど、はいはい、こんにちは、飛び込み自殺した踏切ですね、うん、覚えてます。二人も行かなかったかな。行ったことあるの2カ所ぐらい前ですか。飛び込み自殺した踏切2カ所ぐらい。はい、そこなんですよ。今これで3軒目ですか。そうそう、この後はですね、皆さん実は途中で1箇所行く予定があったんですけど、この雨ですから、その公園はやめました。この間下見で行った時、ほら紅葉が綺麗だったでしょ。で、あの公園ずっと奥歩いていくと池があるんですよ、弁天池っていうのが。そこは今日はちょっと割愛しましたから。大丈夫ですよ、ちゃんとポイントは頭の中に40箇所ぐらい入ってますから。雨の日は雲が出やすいんですよ。霊か、霊が出やすい。そうなんですよ、水場が。夕食から戻ってきてありがとうございます。あ、誰ですかこれ。髪結ぎも近いよねって。お口 C でお伺いします。はい、すいません。詳しいですね。あまりにも詳しいお客様いらっしゃいますね。トンネルでドライバーさんが送ってくるやつめっちゃ臭がる。よし、ちょっとこれで風量を弱くしよう。だいぶ曇り取れたでしょ。うんですね。暑いもんね。あ、さっきの話の続きもいいか。こんばんは、アンジェルスからぜひぜひ。もういいでしょ。いやいや、しましょう。さっきのモノレールのほら。モノレール、しましょう。途中でね、止まってた。聞きたいって皆さん言ってます。あ、そうですか。お願いします。皆さん、じゃあこれちょっともうこういうイメージ出しちゃうけど。こういうイメージ出さないでください。いや、でも、全国区だから。多摩動物園。あ、はいはい。それ平気でしょ。はいはい、うん。皆さん、多摩動物園のところにモノレール走ってますよね、はいはい、で、いろんな某大学もあるんですけども、はい、私がですね、お客様を降ろして、戻ってくる途中にですね、ちょっと京王線の駅へ行ってみようかなと思って。降ろされた後なんですか。はい、お客様を降ろした後、はい、モノレールの下の道路を走ってたんですよ、はい、そして信号で止まって、まあ、ちょっと空気入れ替えるので窓も少し開けてました、うん、そしたらですね、ボンネットの上に帽子が落ちてきたんですよ。帽子？そう、信号待ちしてたらボンネットの上にふわーって帽子が落ちてきたの、うんうん、上はだってあれです、モノレールの下の、うん、だからその時間帯はもうモノレール走ってませんよ。夜ですから。ああ、で、そのボンネットの上に帽子が落ちてきたから、何、あ、風で飛んできたのかなって最初そう思ったんですよ、うんうんうん、それで信号が青になって、うん、その帽子をちょっと左寄せて帽子を取ろうと思って降りたら、
ちょっと信じられないんですけど、はい、上のモノレールの上の方から拾ってください。え、拾ってくださいって言われて、声が聞こえたってことですか。モノレールの上からですよ。うん、で私は、え、人影は見えたんですか。いや、見えないです、見えないです。でその帽子を拾ってくださいって言われたから、はい、私も一瞬もう本当に固まってしまったんですけども、はい、でその帽子をですねそーっと道端に置いたんですよ、うん、それでまあ大体私はそういう霊に利用されやすいから乗り込まれたら怖いからもうそーっと車を走らせて、はい、それでいやこれ皆さん多分信じないと思うんですけど、それでずーっと走ってコンビニへコーヒー買いに行きました、はい、でタバコ吸ってコーヒー飲んで、うん、車に戻ってきたら今ちいちゃんが座ってるところに帽子があったんですよ、うん、拾ってないんですか拾った、拾った帽子がだって置いたんですよね。置いたんです、道に。はい、それ多分映像、車のあの映像にも映ってると思うんだけど、後部座席にその帽子が、水色の帽子が置いてあったんですよ。置いてあったというか、大丈夫ですよ、ちいちゃんは無事ですよ。ちいちゃんは無事、ちいちゃん無事です。でこれは私は思うんですけど、ひょっとしたらその自分の親元へ帰りたいとか、こうどっかに連れて行ってほしいっていうメッセージだったのかな。その帽子どうしたんですか。捨てるわけにいかないでしょ。捨てるわけにいかないですか、はい、だからこれちょっと皆さん本当にっていうかもわかりませんけど、ちゃんと一応落とし物として、落とし物として、あの当社の課長に渡しました。あれね、きっちり特徴の職員ですよ。私もやってたんで分かるんですけど、はい、あの当社の場合は落とし物とか忘れ物があれば、遺失物として全部書類に書くんですよ。そう、全部細かく特徴も全部見て、あの何月何日何時何分と、はい、で私それ書いて課長これすいませんって言って渡したら、その事情を私が説明したら課長の目が点になってました。いや、足が点になります。いや、私はもうそういうの慣れてるから平気なんですけど、課長って叫んでる人、課長がおはいそうって言われても、はい、まあね、でもしょうがないですからね、ちゃんとね、保管してね、そういうことなんです。もしかしたら取りに来るかもしれないですけどね。でもそーっと道端に置いた帽子が後部座席にあった時は心臓止まりそうでしたけどね。でも皆さんはこういうのを信じる人は3割ぐらいでしょ。まあ、うん、そうですね。信じる人は3割、信じない人が7割ですよ。信じるか信じないかな、うん、でも私は自分が体験したことしか話しませんから。もちろん PT だって自分が体験したことだけ話してるわけですからいやいや、それは言ってないでしょ、うん、うん、ただ PT だってそうだってことだ。え、またコメント余計なこと来てないかな。大丈夫、ほら来てるじゃん。信じますって言ってますよ。ひとみちゃんだとかかおりちゃんだとかコメント来てんでしょ。散々探してなかったものが目の前にあった時は怖かったなって、それちょっとすごいわかります、ね、自分が怖いから。いや混んでるな、ごめんなさい皆さん、ちょっと時間がどうしようかな。ちょっとすみませんね皆さん、ほんとすみません、お付き合いいただけると。そうね、金曜日なんで、今日ね、あのそうなんですよ、金曜日の雨でこの時間混むんですよね、はい、延長してるんで大丈夫です。山梨方面、雪との情報が入ってます。もっと怖い話してるって何かあります？いや、まだ他にもあるけど、経験したことはいっぱいありますけども、まあでも
ちょっとちいちゃんとかまーちゃんの怖い話も聞きたいですよね。私の怖い話、前回のあれでやっちゃったんでね、したったので、ありがとうございます皆さん。ちいちゃん、なんかあります？怖い話思い出しちゃったかも。怖い話あるかな。あれ、ちいちゃんなんか前言ってなかったっけ、ヒール事件ですか。あ、ヒール事件。いや、それじゃなくて、お手洗い行ったら、あ、そうそうそう、お手洗い行ったらお尻を誰かがティッシュで拭いてくれたって。え、そんなこと言うわけないじゃないですか。いや、それどうしちゃったんですか。いや、それ、いや、それ、これ真面目に聞いちゃったよ。いや、それ怖いでしょ、でも。いや、怖いけど、そんなの経験してません。いや、それ怖いよ、公衆トイレは。真面目に聞いちゃったよ。どうしちゃったんですか、自分が今、本当に。いや、これはセーフでしょ、この会話は。いや、セーフですかね。これはセーフですよ、怖い話だから。言うのどうしたんですか。いや、この渋滞をね、はい、皆さんに少しでもこうくつろいでもらおうかなと思って、はい、心霊べっとりじゃなくてね、うん、あの忘年会ですから。そうですね、ちょっと忘年会だから皆さん、あの乾杯するの忘れてましたね。じゃあ、 あの私はジュースで、コーヒーで、運転中だから。皆さん、缶ビールとかウイスキーとかハイボールとかワインとか用意してます？そう、トイレの怖い話は何だったの？あ、そうです。すみません、あの話どんどん飛んじゃうから。じゃあ、 あの皆さん、今年1年お世話になりました。来年もまーちゃん、ちーちゃん、三和交通とっていいね、真面目な三和交通と楽しい三和交通、はい、イベントの三和交通、あと、あの大月こうちゃんもよろしくお願いします。じゃあ行きますよ、はい、乾杯乾杯、お疲れ。およそ300m 右折専用。お、乾杯来ましたね。お、みんな乾杯、ありがとうございます。ありがとうございます。川さんの年内配信いつまでですか？そうです、ね、ちょっとね、考えてるんですけど、ちょっとお待ちください。何も乾杯してる。はい、皆さん乾杯、ありがとうございます。ちょうどいいタイミングでポーンって言いました。そう、来週お知らせします。はい。その年内。はい、そうそう、いつもはね、昼間、お昼の12時からやってるので。今誰かドンペリ飲んでる人いたな。ドンペリ飲んでる人。うん。色橋って言ってる人。なんでこれ12時の。大丈夫ですか。パソコンがね。接触？あ、もうだいぶ近くなってきましたから。お父さん、ガス大丈夫ですか、そういえば。はい。ガス、車の。あ、まだ大丈夫ですか。うん、まだ半分以上ありますから。全然大丈夫です。怖い話でつなぎましょう。ですって。怖い話ね。あ、じゃあちょっと ガス入れちゃおうか。皆さんすいません、ちょっとですね、この会社の社用車も実はあのガソリンじゃなくてガスで走ってるんですよ。そうなんです。今からそのガススタンド行きますから。お、貴重なガス、はい、皆さんめったに見れないリアルガススタンドですから。ガススタンド知ってます皆さん？そうです、 LP ガスです。LP ガス、トランクにですね、ボンベが積んであるんですよ。そこにガスを今充填しますから。ね、そのドライバーさんで心霊を話すのもいいですね、はい、ああ、心霊を、うん、私が心霊話、みんなで会う。ああ、なるほどね、心霊ドライバーね、うん、八王子は私だけだけど、他は2人ずつぐらいいるんじゃないかな。そうですね、うん、はい、前方に見えます左手、LP ガス、はい、三交通は横浜にあの自社のガススタンドがありますので、そこにね、見ていただければと思います。ここは違います。こんばんは。
今日ね、今ちょっと生放送の途中ニコ生放送って言って、生放送してるんですよ。あ、そうそう、はい、はい、こんな感じです。あれ、これこうですね。こうやってちょっと一回エンジン切ります。はい、お願いします。ちょっとお待ちくださいね、皆さん。ただいまあのガスを今から充填してますから。いらっしゃいませ。あ、寒い。ガス注入中です。ごめんごめん、寒かったねこれ。あ、大丈夫です、大丈夫です、はい。だらけです。まさそうですよね。手作りお弁当。寒いからラーメン行くって言ってます。今夜は鍋。いいな。いいな、鍋。そうです。トランク開けて入れるんです。皆さん大丈夫ですか？マーチートランク。あ、そうそう。皆さんトランク。トランク入れてください。大丈夫か？結構大きなタンクが入ってますのでね。やべえとこれ。ラーメンなら食ってきた。いいな。私たちはじゃがりこを食べます。トラボルタ先輩元気ですよ。元気です。移します。移しますか。これです。映ってる？映ってます。私たちが生まれさせたトラボルタさんです。そうです。思い出しました。いつも一緒だ。いつも一緒です。電源入れてって言ってます。入れます。じゃあ。目が光ってる。マリオみたい。わあ、スキーアート出た。サンマコッツは何やってんだと思われてるんでしょうね、店員さんに。はい、はい、はい、お待たせしました。後ろ車詰まってんね。はい、行きましょうか。はい、行きます。ここから次の、心霊スポットというか次のちょっと怖いポイントまで、はい、6、7分で行きます。はい、6、7分。はい、5、6分って言わないところがいいでしょ。そうですね、6、7分ってところが私もよく言ってます。はい、無線室で言ってます。6、7分よく言ってた。でも8、9分とは言わないよね。言わないです ね8、9分ってのはないの。10分前後、はい、10分前後とか、ね、成長したら襲ってくるよ。そんなことしません、私たちのトラボルタは。赤ちゃんから可愛がってますからね。2時間経過、何時までです。まあ流れによって、ちょっともう一回延長しておこうかな。お願いしました。いや、まだ皆さん物足りないでしょ、これじゃ。道が混んでましたからね。すいません。金曜日の夕方の雨ってことをちょっと私も。本来はここまで来るの違うルートを越えようと思ったんですよ。まあ、しょうがないですね。はい、踏切です。ご注意ください。はい。
その踏切ではない。その踏切は関係ない。違います。びっくりした。ここじゃないです。怖いわ、いきなりなんかね、はい、言ってくれるのもいいからね、はい、そこの踏切ですみたいな。雨だとね、道混みますもんね。次のポイントまであと5、6分ですから、そうですね、5、6分ですから、皆さんトイレ行く人は今のうちに、はい、行ってくださいね。行っといてくださいね、はい、ちなみにですね、この間そのポイントで撮った写真があるんですよ、はい、まあ実際行けばいいんですけど、これちょっと今まーちゃんに、はい、これ現場行って見せた方がいいかな。そうです ね、そうしましょう。ちょっと変わってるでしょ。ほら、頑張ってくれました。本当にすいません、お待たせしました。これ本当はわざとじゃなくて、わざとじゃない、まーちゃんが泣きそうな顔して今必死でやってます。来た？頼む。頼む。来たかな？来た？来たー。ああ、すいません。来たー。ああ、泣きそう。いや、よかったー。すいません。まーちゃん、じゃがりこを食べてください。ありがとうございます。今ですね、ちょっと本当に皆さん今見てたと思うんですけど、今通過した踏切の、延長上の。踏切で親子が飛び込み自殺したんですよ。まあその会話をして踏切を渡った途端にですね、電源がズバッと落ちちゃいました。まーちゃんが頑張ってくれました。本当にすいません、お待たせしました。これ本当はわざとじゃなくて、わざとじゃない、まーちゃんが泣きそうな顔して今必死でやってました、パソコンと。もうね、はい、原因がわからなかった今の。さすがに心霊かな。もうちょっとやめましょうか、これ行くの。いやいやいや、だから次の踏切はやばいよこれ。また止まっちゃったらあれですもんね。いやでもここまで行ったら行くしかないでしょ。どっちだいってなりながら、じゃあ行きましょう、頑張りましょう。じゃあちょっとこれ、はい、いい、こぼれそうだから。そう、はい、じゃあいただきます。じゃあ皆さん今ね、私ちょっと行くんかいとか言って、今慌ててちょっとツイートしたんですけど、
反応してくれた方ありがとうございました。ありがとうございました。またでしましょう。僕の PC をフリーズしてましたって人が。クマハウスさんなんかすぐコメントくれて恐ろしいや。恐ろしい。ちょっと笑いました。はい。アンケ。アンケ？まだしないです。アンケ？ああ踏切行くか行かないかの？いや行きましょう。行きましょう。ここうん、じゃあ行きますよ。ちょっと今のででもちょっと離れちゃった人いるかな。ごめんなさい、すみません、お待たせしました本当に。これスピードとかは関係ないですよね。関係ないと思います。関係ないですよね。はい、まあ、原因不明ですね。ちょっと待ってたよってありがとうございます。その踏切の手前に止めて、はい、なんだっけな、ガードをくぐりますから、はい、ちょっと不気味なガードね。ガード、うん、でここね、ごめんなさい、ちょっと待ってて。今まあ車待ってますね。うん、ここね狭くてすれ違うのが一苦労なんですよ。あの車は大丈夫なのかな。まあやりくりするんでしょ、うんうん、だからもう一台向こうから来るのを待ちましょう。そうです、うん、ここ何も見えないですね、うん、来るか来ないかさえもわからないから、うん、でも間違いなく来ると思うよ。うん、そう。皆さんここですね、一方通行じゃないんですけども狭い道なんですよ。あの鳥人形ってトラボルタ先輩です。どう大丈夫かな。ライトは見えないですね。そんなテールランプが見えるぐらいなんで。今すれ違ってるのかな。かもしれないですね。そしたら、そのまま待ってもらって。まずかったかな、これ。あ、バイクだ。あ、バイクか。あ、来ちゃってる。あー、ちゃ来ちゃったか。後ろ2台来ちゃったんで、すいません、ちょっと後ろ2台来ちゃって申し訳ない。申し訳ないです。すごいな、ここ。ここほんと狭いんですよ。どう電柱も出っ張っちゃって。あの人こすんないでほしいな。大丈夫かな。じゃあこれで、ここら辺もね、入れてくれればいいのに。これで私が一回左へ行ってももう一台来ちゃってんだよね、これね、後ろから。ああ、ここにいればよかったね。うん、じゃあ上がっちゃいます。もうちょっと行ってくれるか。行けるのかな。あそこ入ってくれた。あ、うまいな。うまいね、うん、ちょっと俺そっから、うん、すいません、ありがとうございました。こういう具合にですね、お互いに譲り合いの精神で。そうですね、しょうがないですね、はい、助かりました。こんばんは、夏の放送で聞いた声が。こんばんは。夏と同じメンバーでやっていますね、はい、そうです、夏と同じメンバーで。あ、今見えた方、来場された方かな。はい、そうですね、さすがプロだって言われてますね。ありがとうございます。まだこの後放送続きますから、ゆっくり、はい、まったりとお過ごしください。お過ごしください。油断したところで。よいしょ。あ、ドミノピザ食べたい。お腹空いてる、何でも食べたい。ちなみにですね、皆さん、タクシー今14年もやってるんですけど、うん、大体2センチ間隔ぐらいで大体曲がりますから。あら、すごい。おっと、ここですか。はい。なんかちょっとくるくるしてる。あれ、なんかここ来たことある。はい、ここは例の非常に不気味な。もう来たことありますね、ここ。怖いでしょ、ここ。いますね。はい。はい、初めての方もいらっしゃると思いますから、じゃあもうすぐ目的地着くから説明しておきますね。はい、昔ですね、生きることに悲観を、お母さんが幼い子供2人を連れて飛び込み自殺した踏切です。名前は言えませんけど、
でそのうちのですね、悲しいことに一人だけ生き残っちゃったんですよ、子供が。でその生き残った子供は残念ながら、左足がなくなって、右手がなくなったんですね、はい、でお母さんと上のお姉ちゃんは即死です。はい、そういう悲しいですね、飛び込み自殺になった踏切が今前方に見えてきます。まんちゃんのパソコンは動いてますよ。なんか私の iPhone クルクルして止まっちゃった。えということは映像が映ってないのかな。映ってます、映ってます。え、皆さん映ってますよね。私の携帯だけかな。うん、どうかどうか。くるくるしちゃった。皆さん大丈夫ですか今。ちょっとコメお願いします。大丈夫だと思うんですけどね。あ、OK って言ってます。OK ですか。映ってる。じゃあ、てますよ。ちーちゃんの、ちーちゃんのスマホだけ心霊現象だな。そうですね。どうしちゃったの。大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ皆さんこれ前方にちょっとなんかぼやけてる。前方これ踏切ですね。はい。はい。それでですね、ここでちょっと車降ります。はい。降りてですね、皆さんにですね、非常にちょっと考えられないポイントへ今ご案内しますから、ちょっと楽しみにしててください。頭痛いって方いらっしゃいます。大丈夫ですか？頭痛い。言っていらっしゃる方がいらっしゃいます。あ、カオルさんだよ。カオルさんじゃないです。違う？うん、カオルさん感じやすい人だからね。あ、今電車来ましたね。今ちょうどあの踏切の遮断機が降りましたね。あの踏切に、飛び込んじゃったわけですけど、今から降りてですね、この線路の下のガードをくぐっていきますから、じゃあ行きましょう。はい、お、大丈夫。じゃあどうしようかな。じゃあちーちゃん降りて外からまーちゃんのドア開けてあげて、はい、で俺がその間にこのパソコン持ってるから。あ、パソコンは大丈夫ですよ。持ってくの。持ってかないですよ、うん、あ、そういうことか、見てもらう。うん、預かるってことです。いいですか。あ、それ大丈夫。あ、それちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。ちょっと皆さん揺れます。もう揺れてるけど、案内します。はい。お。トマトって。トマト。トマトでトマト。いや、そっちで動いてれば大丈夫かな。ここがですね。はい。うわ。これがあそこの飛び込み自殺した踏切の。あ、今またカンカンってなってますけど、はい、飛び込み自殺した踏切からの、下をくぐるガードですね。はい、じゃこのガードを向こうまでまずとりあえず2人で行ってみてください。はい、私は後から行きます。戻ってきていいんですよね。いや、戻ってきちゃダメ。向こうで待ってて。向こうでちょっとお見せしたいところがあるから。はい、分かりました。ゆっくりと、人か、びっくりした。ここは雨避けれるから臨場感たっぷりに皆さんに放送してください。動いてます。ちょっとやだな、響くな。声響くでしょ。
ブミラーが嫌な感じですね。はい、皆さんね、ちょっと考えられないんですけど、よーくこれ見てください。まー、あ、ちゃん後ろからもうちょっと、これえ、何これ、左側のミラー、うんうん、これおかしいですよね。ほら、そこに映ってるでしょ。え、本当だ。何、いや、トンネルが、うん、映ってる。じゃあ写真見せます。え、やだ。この前ここに映ってた女性の顔を見せますから、今ちょっと雨濡れないって。動いてます、大丈夫かな、トンネル。動いてる、動いてる、ちょっと濡れてますけど。どうしたの、どうしたの、今だって今聞こえましたよね。まんちゃん大丈夫です、大丈夫、大丈夫、まあ、びっくりした。大丈夫だから、大丈夫、大丈夫、はい、何もない。これ今見えます、はい、大丈夫、はい、左側のミラー、さっきのカバー、うん、この前私がこれ自分のタクシーの中から撮ったんですけど、はい、この時ミラーをよく見ててください。拡大します。ちょっと映るかな、これ。ん、顔映ってますよね、見えない、顔、ええ、リスナーの方はもう気づいたはずですよ。右耳、これ左側のミラー、ちょっと寒いですね。どう、ほら、あ、なんかほら、女性でしょ、これちょっと横っていうか斜めに向いてる感じの、はい、はい、分かるかな、伝わります、ちょっと皆さんには見えにくいかな、結構ちょっと荒くなっちゃってるんで、はい、うん、これがミラーに映り込んでて、私はもう黙って逃げてきました。でさっきからこっちが気になるんです後ろ怖いでしょ、なんか足音一回聞こえたような声が聞こえたとか、さあ戻りましょう。戻ります。うわ、寒いよここ。すごい寒いですね。これいるね。あのミラーに映ってたんですよね。半端じゃないわこれ。戻りましょう。なんでかわかんないんですけど、ここすっごい寒いです。風がね、単純に来てるからなのか。さあ、おい。びっくりしたなあ、もう。おばあちゃん。うるさい、うるさい、うるさい。何この寒さ、車、車、車、このね、踏切の音が嫌ですね。踏切までちょっと行ってくればいいよ、せっかくだ、行ってきますか、うん、じゃあここまで来たんだから、車で通過してもいいけど、行ってみますか、じゃあ行ってみます寒、これお地蔵さんあるんでしたっけ、あっちの方に。そうなんですよ。で、この亡くなったお母さんと、うん、上のお姉ちゃんが妹を探しにたまに来るんですよね。だってここは嫌な感じがするんですよね、前からでもあの看板何なんでしょう。いや、あの左側のミラーっていうのあれ意味わかんないですよね。この人来てる、ちいちゃん、うん、来てますよ、うん、主語がない看板何みたいな、意味ないですよね、うん、見ろってこと、見ろとか、うん、でも見ろまで書いてなかったですよね、はい、ただね、何も他に書いてなかったですで、普通何とか警察署とか書いてありますよね、どこどこ警察署の看板とか、そうそうそう、何なんだろうあれ。この踏切に飛び込んだんですよ、うん、見えますこれ、見えますね、はい、でちいちゃんさ、何ですか、その小さい方の子供がここに飛んできたの。びっくりした、びっくりした。ちょ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 。ここ。はい。もうちょっとリアクション欲しかったな。うん、ここですよ。でこの脇にずっと花が飾ってありましたから。ここに。あ、で供養するために向こうのあそこに今 お地蔵さんがあるんですけどね、見えないんですよね、はい、ここからはいけないです。ちょっと違う違う、カメラごめんなさい、はい、じゃあ次行きましょうか、行きましょうか、寒いね、寒いですね、
あのリスナーの皆さん、自分は平気なんですけど、この2人にはかなりきつい寒さです。いやいや、やっぱり雨風が、もう指先の感覚がないですね。さっきもらった。じゃあちょっと私が2人を。ありがとうございます。眩しい。すごいドアップになってる。はい、眩しい。あのやっぱりリスナーの皆さん、ほらお二人を見たいから、はい、顔認証のちいちゃん入ってるわ。そうなんですか。うん、どうしたの。中華すごいです、はい、眩しい。はい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 、はい、もうびっくりした。ちょっと待って、今開けるから。すいませんね、皆さんちょっと見づらかったら、うん、また揺れます。どうした、大月さんの声か。よいしょ。何そのあ行くした。いやいやいや、寒い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 。はい、皆さんごめんなさい、お待たせしました。よいしょ、どれほど行くよ。行くよ。電波どうかな、そこ。そうですかね、ちょっと行ってみないと分かんない。はい。今ちょうど遮断機開いたんで。そこは。あそこで電波入んなかったらまずいんだよな。ちょっとあの、手を合わせてこの踏切渡ります。コメント来てます？あんまり来てないか。なんか私のコメント遅れちゃって。あ、そう。棒読みちゃん、あ、そこダメか。動いてます。動いてる、うん。結構車両は通るんですね、こっち側。そうなんですよ。これあの京王線のガード下で抜け道なんですよね。合わせない方が良かったですよって。あ、そうなんです。すいません、何っていうことばっかするからね。カオルさんが怒ってもらってますしさ。ここのおじさんさんの手を合わせた。なるほど、そういうのがあるんですね。ですね、ちょっと待ってください。これでこっちへ出て